はい、竹淵エルモさん、まだ美大生ですね、の版画の作品ですけれども、もうほぼ一点物に近いような形です。彼女の面白いところは、まあ、あの作品が一番面白いんですけれども、タイトルが結構変わっていますね。あと言葉書きがあって、なかなかこう意味深長な形ですね。面白いと思うんですよね。こちらの作品はこんなようなことが書かれていますね。まあ、会場の中でも一番その話題になっているのが、このなかったことにという作品ですね。何がなかったことになんでしょうっていうふうなことになっていますけれども、まあ文学的でありまして、行間を読むということだと思うんですよね。あの全て完結するわけではなくて、こう見る方が、ある程度その意味をこう補完していって、鑑賞者が作品を完成させるというような形になりますね。そういう文学性の強い作家さんなのかなっていうような形はしますね。まだ美大生なので、これからが本当に楽しみという形ですね。こちらは油彩グリルと併用してますね。こちらも水彩の商品になっています。ちょっとね、やはりタイトルが弱者っていうことですが、この作品のどこが弱者なのかということを考えることが面白いんだと思うんですよね。こちらは侵入するものが入ってきてるんですかね。こういう形ですね。こちらは流されてます。流されちゃった感じです。さて、これが今度はパウという作品ですけれども、こういうような言葉書きが書かれています。こちらはこんな感じですね。微笑みですかね。目が合う、そっと微笑まれる、胸が痛くなる、なかなかいい感じの女子的な発想ですね。こちらは先にタイトルを見てみましょう。スーでしょうか、シューでしょうか。こんな感じですね。まだまだこれからという形だと思うんですけれども、こう伸びしろのあるようなそんな感じがしますね。ご本人はちょっとあの乃木坂のメンバーの中にいそうな感じの、なかなか可愛らしい作家さんになります。